藤井聡太さんの試合を、将棋がこんな盛り上がると思わなかった。どうなんですか藤井さんは。いや強すぎでしょ。中になってみて応援してたけど、最近ちょっと勝ちすぎてるから、そんな勝つとみんな盛り上がんなくなるから、もうちょっと負けてもいいかなみたいな。 AI の将棋と対戦してるから強くなって聞いてるんです、やっぱり技術的な進化をちゃんと取り入れてる若い棋士たちが、柔軟な世代が伸びてきてる。ロジックじゃなくて勝ち筋というかパターンというか、 AI の考え方だと模様として捉えて、この模様が強いのか、この局面で何を打つと次に強いのかを機械学習してすごい強くなってる。そうそう、将棋ファンの中で藤井曲線って呼ばれてるんだけど、評価値って言って 50% から始まって、少し藤井聡太君側に傾くと、そのままずっと差広げていっちゃう。中でミスらない、コンピューター並みに正確に、正しいコンピューターで一番推奨してるとピシピシ打ってくから、どん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 差が開いちゃう。他の棋士はそれができない。みんなどっか人間なんで、ミスったりとか評価値が逆転することってよくあるんですよ。藤井聡太君だけ一回差がつくとずっと差を開けていっちゃう。